海ギグダの大量発生で金の海ギグダを狙っていたら、目の前に金の恋キングが現れました。金の恋キングは2人目です。元気に跳ねてます。あ、海に帰ってしまう。まずいゲットするぞ。あー、泳げない。あー、ギリギリ届かない。でもすごく高く舞い上がる。フライに気に乗って引いていきます。ピンピカや若干水に沈んでいる。救ってあげよう恋キング。わーい、でもそっちじゃない。ギグダの命が呼びつけた。ずっとね、大量発生厳選やってて、ヒカルお守りもありで、サンドイッチもありで、やってたけど、5セットぐらいね、5リセットぐらい出てこなかったんですよね。その前なんてもう、10時間ぐらい出なかったんですよ。ヒカルもなかった時代も。そんな風に求めていた海ギグダが、ようやっと会いに来てくれた。もうゲームのロブには海ギグダいないかと思ったわ。ということで、戦いたいと思うんですけど、すぐ引っ込む。いけ、モンスターボール。あー、引っ込んでる時ボトルにもなんないんだっけ。おー、めっちゃ黄色い。黄色すぎませんか。おー、すごい。しかも結構でかくない。そう、あの大きい海ギグダを狙っているので、デカデカパワーもつけてるんですよ。え、めっちゃ黄色い。ここはピカピカのゴージャスボールに入ってくれ。黄金の海ギグダよ。どうだ。お、来た、クリティカル。黄金の海ギグダゲットだ。やったあ、やっと悲願の海ギグダゲットでございます。嬉しすぎるんですが、名前は金ピカの棒なので金延べ棒にします。金延べ棒ゲット。しかもさ、レシピ作った途端に出たから、あと27分残ってるよね。せっかくなんでもう少しだけ厳選しときます。まず海ギグダ大量発生を出すのも大変だし、大量発生に出た後も出現数がね、めちゃくちゃ少なくって、ほんまに他の子と比べて色違い厳選めちゃくちゃしづらい。なのでほんまに嬉しすぎる。今休日の朝撮ってます。寝起きでやったので声がガラガラや。オミジグダ見つける前に金の恋キング3匹ゲットしました。ピピー、ということでサンドイッチ切れたけど、やっぱ出なかったわ。いや、なかなか確率は低いんじゃないでしょうか。ということでゲットしたこのサイズ測定いきましょうか。さあどうだ、金の延べ棒のサイズは。まあとっても大きいわね。どっしり背中を預けられる安心感がすごいわ。あー、最大ではなかったけど、最大の1個前のサイズをゲットできたぜ。いや、でも何よりあの時全然出てきてくれなかった。あー、フミリグだ、色違いゲットできたことが嬉しい。なんか鼻のディティールすごいな。プツプツしとる。白い子には白子と名前を付けましたが、金の延べ棒でいっぱいね、運勢アップして伸びてる姿も可愛い。冒険したいと思います。そして、金の恋キングもね、もう一体増えたし。この子は、ギャラドスに進化させてもいいかもしれない。可愛い色違いの子たちとたくさん冒険楽しんでいるので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ジンブでした。バイバイ。